はい。それでは、エルムステークスと、えっ、ー、と、レパードステークスですね。行きましょう。はい。えー、すいません。ライブできてごめんなさい。えっ、ー、と、先週、え昨日か何やったっけなえっ、ー、と、札幌が、クイーンステークスですね。これはまあまあ、バッチグーグーこうこうやって、ルビーカサブランカやっぱり距離短かったんで、4着です。これね。はい。ちょうどですね、これね。 ちょうど、結局、コスタボニータ、ウィンピクシュ、ドゥーラーぐらい。これほんまドンピシャでてんけどなこ、これ。これ最終的にライブしたかったんこれ。これ結構いい、これ。ほうぴったり、なんかし、美人と里の寿司入てんけど、これね。あ、ロースライトか。<laughs> ちょっと広げすぎてんけど、でもドンピシャゃって、これ。あっちがあかんねえ。アイビスはちょっとエグいよ、これ。これはえぐいよ、これ。 さあ、2枠3番と1枠2番来ました。ただ、えー、両方とも、えー、リピーターです。はい、超いジーでした。ときめきってちなみにさ、去年ぐらい4着ぐらいやったあ、11着あれ ?11 着からかなあ,あれ、一昨年4着やな、確か。一昨年4着。あ、はい。オーラットさんの時4着ね。わかりました。はい。 え、仕切り直して、いよいよ札幌と新潟の両重症がなっています。んあ、そこ、選手も、すみ選手、選手もやった。<laughs> はい、すみません。続けて今週もございます。はい、えー、まず予想、おッつ、えー、ルームステークスがですね、札幌から。はい、えー、スペプジューノエル、富田さん、えー、1番人気ですね。2番人気が、石器風で豊かさん。3番人気が、さ、なんと、この馬が出てきますか。ほんまですか、こほんまですか。3番人気、オーソリティール、メッ ゃえー、別邸なんで58キロ育てます。あと、えー、4番人気、大勢サムソン、横山、カーゾーさん、ここまでが一応今のところで1桁落ちす。ほう。<laughs> ほう。<laughs> さあ。出るんですか、これ。さあ、オールフェ3区、オーソリティが、ダート初挑戦。はい。えー、芝の重賞で4勝をげるオーソリティが、ダート、 や、し、えっ、ー、と、そもそも、えっ、ー、と、レースで言うと、宝塚除外去年されたんで、1年4ヶ月ぶりですよ。はい。ついにダートですか足の負担軽いとこ行きましたね。うーんと、そうやな重傷ある程度買ったまで、ダート天候落と年取ってからっていうと、うーん、そやなエルステークスとかで被っちゃうと、タイムライヤーとかが多分、 えー、こんな感じで来たと思うんですけど。タイムフラインはね、ちょっとね、あの、ある程度バチッと放って、えー、ダートでもちょこちょこ開発してましたけど。まあ、オルフェーブルサンクのはずダートは、怖いってよく言うんでね。まあ、ただちょっとルメちゃんやし、この人気出てるのとあんまり買いづらいんですけど。さあ。れですよね、去年ですよね、これね。はい。重所4着も買って、ああ、あれか。ネオムターフ入れても。 4紹か、アルゼンチン買って、アルゼンチン連覇して、青葉賞ですか、了解です。はい、そっか、これはもう、ルメちゃんもわからんもんな動かどうかな。はい。まあまあ、人気が出るでしょうね。はい、えー、あと、石風4歳ですか、まだ。そうか、まだ4歳やったか。 はい、え前走マリンステークス3着ですね。で、大沼ステークス2着と。まあ、ここね、あの、よく出てくる。函館で1007のリステッドオープングラスがここで貫いてきて、こっからとこですね。まあ、悪くないんじゃないですか。はい。もともとなんか1004、1006でなんか競馬した気がするんですけど、そうですよね。はい。ここに来て、バッチリな距離と、バッチリな小回りと、バッチリな上がりで使って、ね、2走前59キロで3、2着。 はいえー、前走ルメチャ乗って2着悪くなかったと思います、まあ。ただちょっとね、ペプチドナイルが、まと、あ、で言うんですけど、ペプチドナイルが強すぎたんでそれ見る、それ見るそれ見るペプチさんがね、ちょっとね、ここやっぱね、えー、2走ともちょっと圧勝してるんで、はいえー、前走ルコルセールに激って1着5 7 5キロ2走前5 7キロ止めてなかったんで、ね、これ1、えー 2番手なったんですけど最後また押し切ってゴールインとはいあのー、まあまあまあここ2層で見るとえげつない勝ち方ですねさあまあ何か3区金亀にあれかクリーンよりマンハッタンかなるほどまあまあダートこなせんことないってとこやんな,、はい、なるほど、ね、あと大勢サムソンこれは何 ごめんなさい。これは何言うと思ったえー、アハルテケかってから、アハルテケ逃げた足はなんかそんなあったっけそんな、なんか、なんか実況した気はするな。はいはい、了解です。このままのイメージはね、あの、どっちかっていうと、ついやね、だって東京やね、東京のちょっと短めの距離を走ってたなっていう記憶はありますね。 元々はね、何回も戦術とか使ってたんで、距離長いとこ行くんかなと思いきや。なんか戦用で、そうですね、ここね、一回圧勝したの見たんで、まあ前走もだから逃げ切って問題はなかったんですけど、あと負けたのがメレモンポップとかでしょうん、あとリフレームね。はいはいはい。だけなんで、強いと思いますけどね。まあちょっと、一応エルムステークスを昇級戦になるんでどうかなと思ってます。はい、こんなもんか。あとまたあれですね。 人気たちチは他、不人気で他の者たちはまた、あれですね、自己調査で調べましょう。パワーブローキングのなんか、写真も人気だな。ファルコニアとか出てくるの、ベレーヌスとか。このちょっとね、もうね、イクラジーリーからって言ってね、この、急にね、芝から出たら行きましょうかね。こんまり見たしね、これ。<laughs> あんまり好きじゃない。あ、ロッシュローブルちょっと待って。<laughs> 出た、ロッシュローブや。これ、強かったで、なんか小回り。あー、ここらやったっけ強かった。あ、いや、箱だでも走るぞ。わかりました。 去年マリンステークスで7チョコやってよな。このことあれっすよね。いつも大沼ステークスとか、ちゃうかって。どっちやったっけなどっちかが、大沼ちゃんどっちマリンステークスやったっけどっちやったっけマリンステークス、去年なんかそれで、ね、フーデプスリーダーとかね。ま、まともやったね、これね。ちゃうかったっけフーデプスリーダー言あ、せやろ。そう、マリンステークス買ったもん、さえあかんで、言うてたん、これ。言うてたんこれ。ね。これマリンステークスの松月またゃうかったっけウェルドウント。あ、せやろ。 んや,んこれやねんもあ札幌でも、ね、函館でももも函館関係ない、の小回りやったら、うこ,こね言うてたやけどね、これ。タイムフライヤーの時もそうじゃなかった。タイムフライヤー13番。ちうかった、タイムフライヤー。それマリンステークスだろ。マリンステークスでね、あの実績やったらもうさやなあかんで、でも簡単やって、言うてんやん、これ。フワーバラミスとオメガラインボももその系だった気がする、これ。4番。ちゃうかっあ、そうやろ。マリンステークス買って、 オメガレインボー2着やらされた。かこのワン、ツーや、これ。2年連続この舞台のワン、ツー。はい。以上です。思い出した、これ。嫌な、嫌な思い出した。ウエスタールンドどこから来たウエスタールンドもそこら辺らいちゃうかと。あんたらスょった,アンスやったごめんなさい、間違えた。<laughs> いやー、ってことは今年で言うと、マレインステークスからで行くと、超イージー馬券で言うと、えー、ま、ずペプシナイルと、2着おらん、回避。 ルコールセールおったのそういえば、ルコールセール。おるぞ、おるおる,おると。ルコールセール、えー、ペプシドナイル。ここの生まれんはど、入れ替わるかもしれないね。ここの生まれんは押さえときましょう。はい。500円でも買っといたら、まあまあ、とりあえず、えー、1万円は軽く超えると思うんで。ちなみに、ルコールセール人気はいいぐらい。あるやろ。あ、ないんや、八番人気。ってことは、この図でいくと、ペプシドナイルでる割れてるってことは、ルコールセールと生まれん多分30倍いきますね、絶対。言い過ぎ 三十一過ぎか二十五倍。いや、もうちょい行くんじゃん。大さびでしな。ってことは二十五倍あったら、五百円やで一万円やん。それはとりあえず押さえておこう。え、街で、え三万三着であれやった。あ、赤風か。で、石風の方がそう人気なの。そりゃないぜ。まあ、あ青のまんま来てるから。ちょっとやろう。えちょっとやろう。えちょっと待ろっと <laughs> ルコールセールって、東京発車た堀さん急車のもやんな。サメジマークの,のこれ。 全速サメジモクやったからあ、いいと思いますよ、いいと思いますよ。堀さんとこね、なんか外人連れてくるのも確かに気かなと思うんですけど、こういうローカル系は、あのー、松山さん、松山さん、さえー、サメジモさん、あとね、なんやったっけな。このローカル競馬で頑張る、頑張るっていうか、の、えっ、ー、と、堀さんとこで、その、大野拓也さんとか、えー、松山さんとかじゃなくて、 えっとね、な、おんねん、誰やったかなえー、とっと、最近、ちょっと、じゃあ、バッシーはもう手元やろバ。バッシーじゃない。手元の手でね、不祝が跳ねない。ちゃうねん、おんねん、誰やったっけなダメージも組んでなくて。あー、忘れたわ。なんか、あ、必死必死堀必死の札幌箱田、あ、特に札幌あー、立ってた。中京出してるけど。<laughs> そう。堀必死も気をつけながら、これ。これ結構意外と組んね意外とっていうか多分ね、意外と、意外とやな、ごめんなさい。 このようにしときましょう。次、えっ、ー、と、レパーラセックス。はい。ミスティック・クロアでって、誰誰かおったんですけ川田さん、え1、ー、番人気、ク、え、エ、ー、二万人気、クール・ミラボマセ山さん、エンクロ・ジャイト、北原、優一さん、三万人気、ここまでが、一桁ツです。えー、登録二十一頭ってことで、えっ、ー、とジョ、あ、ちょっと待って、エルムは除外ない。ごめんなさい。エルム、エルあ、十九度、除外あるわ。えっ、ー、と、レパードも除外ありです。 抽選ですね。十フルゲート16やったっけ ?5 等消える。で、やっぱ2勝馬か。2勝馬、いわゆる、えーえーえー、未勝利一勝か。2勝グラスの馬かなが、えー、抽選となります。はい。えー、それって、えっ、ー、と、何やったっけ ?21 一から5等か。やっぱちょこちょこ落ちるんですよね。だか、ほぼほぼ落ちるんか。方法抽選か。そうかそうか。そもそもあれか。 1500万系がもう4としからなので、後でも抽選ない。これはエグい。ってことは、11と、え ?4、12、12。いや、半分ぐらい落ちる。半分ぐらい落ちるんか、ざっくり。じゃ、半分、ちょ、半分いってきた。<laughs> 6と落ちるんか。半分、え、半分以上。じゃ、半分以下か。3割ぐらいはミスるんか。はい。だから、これ、えっ、ー、と、900万でクールミラボーとミスティックロはいますけど、抽選漏れもあるんでってことですね。これはほんまわからない。 レベルですね。誰が残るかどうか。ってことやんな。あ、ってことやんな。はい。まず、エクロジャイットは、どうですかこれはまあ出れるんでね、前走えー、京都のオープンクラス買ってるんで、逃げて圧勝。えー、中京戦8こなしてるの大きいですね。1400やけど。ここの豚やっぱね、素直に左回り。まあ、特にね、えー、と、新潟開催が2歳前にとって、 あ、三歳馬か。今の3歳馬にとっては、2歳と、この3歳までで、新潟のダートをね、1008? 経験するも結構少ないんで、やっぱどっちかというと中級目になってくるんでね、時期的に。なんで、あんまりだから、あま、東京に1百0 0もいますけど、ま、ちょっとこれはまた違うな。ベーストは、え、キサラギス3着ですよ、ね。クルミラボね。そうですね。ダートから来たのに芝来,来て、コインチをあえて。はい。で、若葉ステークスダメンしたよ言うて帰ってきます、言うて。すいません、言うて。やり直します、言うて。もう一回ダート来てるんですけど。 だから両睨みにしてるもんおるんですよね、自己条件ってね。ミスティック・ロワーてどうやったっけミスティック・ロアだこのままあれですね。えー、そうですね。新潟の9レースで、ダートの3色クラスってことあ、25の3週クラスか。はい。ところで、えー、両睨みに連勝中、川田さんやから間違いないんでしょうけど。はい。まあ、上がり最速で、えー、2走、もう前走特にね、圧勝してるんですところですね。ただほんまに抽選次第。 ちなみに、あ、だから関東区先着のこのクルメ、クレメ、だ、男女は出れますね。ちなみに、えっとね、これひ、マジであの、中京1008を圧勝してきたもいませんかそれあったらもうそれ、まあ、抽選し次第ですけど、それでいかなあかんねんけど。ほら、東京21じゃなくて、中京1008で、うん、中京、特にベスト1クラスとか買ってそうなま、えー、中京1008。いないね。あ これぐらい、速攻たまる、たるまかこれいいんじゃん。2走前、中京1 0 0 1着。1 0 0 9ドアートですけど、中京9橋の走り。あ、これ多分左回りごっつい走る前のこれ。あ、そうそう。えー、新は選りましたけど。あで、前走東京3ヶ月上げて4着。あ、いいですね。いいっすね。2勝グラス経験して負けて、はい、速攻。はい、はい、速攻、たるまか。 これかな北高たるまいみたいなノリやから速高たるまいこいない。多分そんな感じやよな。たぶ流れてきない。あとは。あとは、あとお、おらん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 な、おらんな左回りって言うとも中級は特に背中が違いいっすね、ベスト。ちなみに去年何来たああ、ほうちゃん、ほうちゃん、<laughs> 懐かしい。<laughs> たこれ対戦どれくらいだいけなだから中級しかも2勝クラスを1点試されかったから、そうやね。こういうのね。 エラルド・バールドも押さげたけど、ケラルバード来てないんちゃ来た。来てない。来てないな。発て来たよな。了解ですと。今年逆にやるかなガイドオーバー少ないから選びやすいかな。2戦目は2勝前は0分かもやったよな。せや、思いました。これも取れてんだから。中級戦8で一勝クラス圧勝してたんで。そうそうそう、そう、こういうのかな。そう言ってみる。今年は多分中級戦8圧勝した方が少ないんで、逆に買いやすいかもしれない。これ逆にチャンス。 あ,あ、中選突破したらね。中選、中選突破したら、あ,あ、逆にチャンス。逆にチャンス。ちょっと待って、ほんまにそれぐらいあとは、ちょっと気になったのが、に、えー、負けなしのもいますね、これ。二勝区の中で。おった、これ。オメガイオノのも、ンです。これが負けてない馬なんで、負けてない馬はうちも怖い注意してください。これも怖い。中山やけど怖い。負けなしの馬はほんまに怖いからね、押さえておきましょう。しかもこれ前奏、えー、プレミアムペガーさずに首差ですけど、三着いない系に八番審査。 しかも上がり37秒 7! これは強い。これは強い。しかも前走結構エグなかった、これ確か。後ろからぶっこんできたこいつだけちゃうかったっけなんか、7番。俺本命した気ぃする。そうやんな。なんかさ、ちゃかったそうやんな。まあちょっと後ろの番組やって、堂々戦と抜け出したとこを差し切ってんの、これ。あ、おそうやわ。プレミアペガサスやった、これ。 んなあ、ちゃかったっけこれを、これを、これを捉えたんでしょう最後。もう一等う完全に独断の逃げやったのに。そうやわ。これは強いと思った。はい、以上です。勝ちーえたのね、プレミアムペースね。バシル乗ってね。はい、この置いときましょう。また、ちょっとこれは抽選終わったからにしましょう。ご清聴ありがとうございました。